はい、皆さんこんにちは、今回の動画は耳で学べるシリーズの第5回です、第5回は日本教育史のパート1ですね、このシリーズは問題が読まれた後に答えまで読み上げますので、スマホの画面を見なくても勉強できるようになっています、隙間時間にぜひ活用してみてください、それでは問題を始めます、チャンネル登録まだの方は今のうちにお願いします。それではいきます。江戸時代の庶民教育機関である寺子屋にて広く使用された教科書を何という？往来物。上杉憲実によって再興された日本最古の学校は？足利学校。大正期、昭和初期の教育者で、従来の教育学において区別されてきた教授、訓練、用語の3つを学習という概念に統一し、合科学習を実践したのは？木下武二。1921年の八大教育首長講演会で自由教育論を講じ、1928年に自由が丘学園を創設したのは手塚騎士絵。室町時代の能の大成者で能学論者、著書の風刺家伝において独自の能学理論を展開したのは世阿弥。明治期大正期の教育家でアメリカ留学からの帰国後、1899年から東京師範学校の校長となり、校地の移転拡充などの改革を行ったのは伊沢修司。1886年、初代文部大臣の森有則の教育政策に基づいて制定・交付された法令で、小学校を4年ずつの尋常と高等に分け、尋常小学校への就学を義務とした法令は小学校令。ドイツの医師で長崎に鳴滝塾を開き、医学教育を行ったのはシーボルト。平安時代初期の僧で828年に私立教育機関である手芸七院を開いたのは空海。1872年8月2日に公布された教育法令で我が国に近代学校制度をもたらし、1879年の教育令の制定に伴い廃止された法令は学制。江戸時代初期の儒学者教育者で首著に翁問答がある。私塾の東樹書院を開設し、陽明学の祖と言われたのは中江東樹。江戸時代、藩士の教育のために藩が設立した学校を何という？藩校。1879年に公布された教育令を起草した人物は田中藤麿。第二次世界大戦中、多くの小学校や中学校の校舎が焼失したことにより、戦後直後、やむを得ず野外で再開された授業のことを何という？青空教室。1918年に子どもたちに綴り方や自由史の指導をするための雑誌である赤い鳥を創刊し、児童文学の水準向上に寄与した人物は鈴木三重吉。明治期の政治家で我が国最初の内閣総理大臣は伊藤博文。岡山藩の教学で1670年、藩主池田光政によって創設された民衆教育機関としては最古のものであるとされている学校は静谷学校。首著の批判的教育学で、教育とは普遍的個性への鈍化の作用であり、理性によって自然を支配し自由を実現させる作用であると説いたのは篠原助一。アメリカ留学からの帰国後、1875年に同志社英学校を創設し、良心を手腕に運用する人物の育成という理念のもと、キリスト教主義に依拠した教育を行ったのは新島城。大正期、昭和期の教育実践家で、1921年の八大教育首長講演会において、新善、
美、誠という4つの価値を調和的に発達させる全人教育論を講じたのは小原邦義。入門者の年齢、身分、学歴を問わない三達を採用し、皆が対等に学ぶことを理想とした私塾寛義園を開設したのは広瀬淡曹。幕末期の政治思想家で、叔父が経営していた松下村塾を継いで高杉晋作や明治政府の要人となる伊藤博文などを育てたのは吉田松陰。昭和初期の生活綴り方教育の指導者で、1929年に生活綴り方を創刊したのは笹岡忠義。8世紀に我が国最古の公開図書館である雲丁を設立したのは磯の上の屋嗣。7世紀末頃に設立された中央管理養成のための官立高等教育機関で、入学者は中下流貴族の指定が多く、年齢は13歳から16歳までと定められていた。この教育機関は大学寮。明治期大正期の政治家で教育者、我が国の体系的な教育制度の原点を成した学制の実施にも尽力し、1882年に東京専門学校、現在の早稲田大学を創設したのは大隈重信。中央に中央管理養成のための大学寮を置き、各国には軍事の指定を教育するための国学を置くことを定めた。我が国初の教育法令を何という？大宝律令。1947年3月に制定され、2006年に60年ぶりに改正された我が国の教育理念や教育制度に関する基本事項を定めた法律は教育基本法。明治期大正期の女流作家で、1900年に女子英学塾、現津田塾大学を創設し、英学を通した女子の職能教育を実践したのは津田梅子。明治期の官僚、政治家で、大日本帝国憲法や教育直後の起草に携わり、1893年に文部大臣に就任したのは井上小足。はい、いかがだったでしょうか。この動画が参考になった、または勉強になったという方は、ぜひチャンネル登録やいいねボタンをよろしくお願いします。僕のモチベーションにつながりますので、ぜひよろしくお願いします。それではまた。